今日のご飯はお肉。豚肉って。豚肉。豚丼。豚丼です。もう今日は忙しかったから手抜きです。全然いいやん。手抜き丼です。何かけた？塩だれ。ステーキソースもある。パーバナも来たー。多すぎお肉。食べていこう。ママ入れて。はい。こんなん絶対美味しいやん。シンプルっていいよね。いいよね。ちょっと今日は痛かった。大丈夫。大丈夫。これ何してるの？なんかお上品な書き方するね。ちょっとそれ酸っぱい食べよう。香味野菜たっぷり断面。あ、でも蒸し鶏の野菜アジア風ご飯とか書いてる後ろの例に。さっぱり、美味しいかも。さっぱり、おね。大丈夫、フォートナイト聞いてきてよ。銃声が聞こえんだけど。じゃ、怖いね。大丈夫？入れすぎちゃう？うん。いける？今日学校どうやった？楽しかった。幼稚園楽しかった？うん。なんか作ったって言ってなかった？作ったお花。うん。海苔が一番必要。海苔なかったら絶対無理。何のお話なの？わかるわ。小春ってさ、好きな食べ物を置いとくタイプやんな。さっきからキャベツしか食べてないんだよ。え、うま、キャベツが入ってくるだけやん。ほんまに？え、これ最近好きなものが食べていきたい。ほんまに？キャベツの方が好きなの？てか、そういうことじゃなくて勝手に入るの。ご飯に入れてるもん、何してるか。ほら、またキャベツ、うん、お肉食べてる？食べてるよ。これ食べてさ、うん、パクって食べてさ、おいしいみたいな表情欲しいわ。ちょっとご飯食べる？うん。おかしそう、うん、お肉ある？お肉はないけど、キャベツ飛び出てるけど。ちゃんと口に収めてくれ。小学生だからこんなんできるやん。え、次大丈夫？いっぱいかかってる。え、いかんだった？あっ、いいね、肉食べた。だからキャベツが飛び出てんねんて。おいしい。OK。 ん？お、もうないやん、タイチ。めちゃくちゃ早いやん。だっておいしいのかもしれん。なんでみんなキャベツが飛び出るの？あ、いいね、いいね、ニコニコしい。いや、ほら、キャベツ飛び出てる。キャベツ長すぎた、大きくもちょっと長い。